ディス、プラケでーす。今日はですね、うちの爬虫類棚ですね、僕のところの爬虫類棚の冬の、保温の仕方、冬っていうかあれですね、基本的な保温の仕方を紹介して、冬だからどうしてるのかっていうことをね、ちょっと簡単にお話ししていきたいと思います。ではね、早速紹介していきたいと思います。まずこの爬虫類棚ですね、自作で作った、2段の棚なんですけど、周りにね、こんな感じで木の枠で棚を作って、でその周りにスタイロフォームですねを入れてあります。でこの棚の奥にもスタイロフォーム貼ってあります。なので左右と上奥ですね、その 1,2,3,4 面スタイロフォーム貼ってあるような感じになります。これチンピーこう出てきますね。で、2段なので、下ですね、下段の方は、クレス、ここ 1,2,3,4 匹クレスがいます。でここ今ね、空き部屋がありますね。でここにマレーキャット月光のタマちゃんがいて、この下がイエアメの安大先生がいます。でこの下のプラケース開いてて、ここにヤス太郎がいて、ハイナットかけます。であとこっちは餌用の虫とサソリちゃんがいます。で上段がこの全部シューズケースなんですけど、こっち側この6個レオパです。でここ3段ソイル入ってるのがニシアフで、ここチンピーと、ここに渋みちゃんがいます。でこの下一部屋空いてます。でこちらに染め焼きササクレヤモリ2匹いて、はい、ここに帽子とかげもどちのワッちゃんと、トンパですね、ベトリハリービーの海のトンパがここにちょっとね、モシューズケースの中にプリンカップが2つ入ってるような感じでトンパもいますね。でここに帽子とかげもどき2匹で、ここに西アフ2匹いて、下にペトリハリービアモリが入っています。ペトリのエレガンスですね。とペトリのね、ちょっとルンパがですね、最近亡くなってしまいまして、今エレガンスボーイビアモリのトンパちゃんじゃない、ポンパちゃんが1匹入ってます。はい、というわけで、ちょっとねこんな感じの棚です。で、保温の方をね、じゃあ紹介していきたいと思います。ちょっとじゃあ、チンピーのね、ケースを出して紹介していきましょう。はい、奥にね、渋みちゃんもいます。はい、見えますかね？はい、こんな感じで、奥にですね、パネルヒーターが貼ってあります。で、これが、この左側からこの右側までずらーっと貼ってあります。でこの下の段も同じようにずらーっと下まで、下じゃない奥まで貼ってあります。なのでうちはこの下からね、この一番下の段見ても分かる通り、下はね普通の棚板だけなんで、下からの保温っていうのはしていません。なので奥のケージの奥のね、壁面が温まるような感じでやっています。で温度の方なんですけど、ちょっと測ってみたいんですけど、これ新しいね、こう、なんだ、触らなくても測れるやつ、サーモガンってやつですね。で、このパネヒ自体はね、37.5 度ということで、で、この奥の、ここ開けて、ケージは何度くらいなんだろうな。ちょっと測ってみましょう。はい、ケージの奥の温度は、26度。30度くらい。もうちょっと高くてもいいの、そっか、地面は26度ですね、やっぱりね。このお腹からはそんなにすごい温まるっていうよりも寒くないっていう感じなんですかね。はい、こんな感じでやっております。なので、パネヒを下から入れてる人から比べると、お腹はね、うちはそんなにから温めるっていうことはそこまで重要視してないので、うんちが出てるので、それでいいかっていう感じでやってます。なので、奥がだいたい30度ちょっとぐらいから、手前が、手前そうだな、じゃあちょっと渋みちゃんの手前の温度を測ってみましょうか。
はい、ここは24度ぐらいですね。なので、まあ、大体30度から24、5度のね、温度勾配でケージが温まってるような感じになります。でこれね、まあ、普段僕昼間、まあ、職場にいるので、まあ、この温度保てるわけですけど、まあ、帰るときね、僕エアコン消してっちゃうんですね。なので、まあ、これをどうするかというとですね、ちょっとこのままそのどうするかをね見せていきたいと思います。はい、できました。帰るときはエアコン消してしまうので、こんな感じで今見えてるかな、1枚ねこんな感じで透明のこれテーブルクロスですねをかけて、まあ、中のね暖かい空気が外に逃げないように、そして外の冷たい空気が中に行かないようにという感じでやってます。でこれをやってしまうと場合によってはね中の温度が熱くなりすぎちゃうんですね。なのでこの左側に、はい、サーモスタットですね、まあ、これがついているので、上がりすぎたらね全部のパネヒが一気に消えるように設定してあります。でここにですねチンピの上のところ、これ見ますかね、これがセンサーになってます。まああそこの温度設定っていうよりは、まああそこの温度設定を調整しながらこのケージの中がちょうどいい温度になるようにやってますね。なのでこの棚の温度の設定でやっちゃうと中が意外と寒くなっちゃったりとかすることもあるので、まあ、何度もね測りながら調整して、まあ、今ちょうどいい感じの温度が保てております。まあ、1個のねサーモスタットでこの棚全部をね、まあ、管理できているので、まあ、割とコスパもいいですし、まあ、うまくね作動はしてくれているのでみんな元気にね、はい、もう今もう腹ペコでね、みんなりょうぱちゃんたちなんだなんだと出てきてる子たちがねいますけど、こんな感じでやっております。はい、じゃあね結構ね毎年ねライブとかしてると、まあ、ちょいちょいどんな感じで管理してるのかとか聞かれることが多いので、まあいつもとねほとんど変わらないんですけど、まあ、こんな感じでうちの爬虫類棚は一括でパネヒとサーモスタートだけで管理しております。まあ、これでね、まあ、3年目4年目となんとかね冬越えているので、まあ今のところ OK かなと思って、でこの棚だけで住んでるうちはこの感じでねまだ行きたいと思っております。はい、というわけで今日はうちの爬虫類棚の冬の保温方法をちょっと紹介してみました。ではまた、それではまた、プラケでした。バイバイ。